心身の健康を支える食育推進のため、農林水産省が発信する食育ピクトグラムの一つに、朝ごはんを食べようという項目があります。皆さん、毎日朝ごはんを食べていますか？朝ごはんは一日をはつらつと活動するために、脳と体をしっかり目覚めさせる大切な食事です。朝ごはんを毎日食べる小中学生は、そうでない人より学力が高いことも報告されているくらい大切です。高齢者の方も朝、昼、夕の3回の食事でいろんな食品を摂ることで低栄養予防ができますが、朝ごはんを欠食していると知らず知らずのうちに栄養失調になってしまうこともあるかもしれません。ゆっくり朝ごはんの準備をする時間がないという方も多いので、竹原食育未来会議から簡単に作れる朝ごはんをご紹介します。ぜひ参考にしてしっかり朝ごはんを食べてください。今回のおすすめ簡単朝ごはんを紹介してくださるのは、竹原食育未来会議の横畑さんです。よろしくお願いいたします。私が紹介するのはチーズとおかかのおにぎりです。それではまず材料を教えてください。材料はご飯お茶碗2杯分、塩少々、それからスライスチーズが2枚、削り節 8g、 醤油が少しです。まず鰹節にお醤油をちょっと混ぜて、ここで揉むように細かくしていきます。それからご飯に混ぜていきます。ざっと混ざってきたら、チーズを細かく刻んでいって、これもご飯の中によく混ぜていきます。これを4等分しておにぎりを4つ作っていきます。これが1人分です。ではこのメニューのおすすめポイントを教えてください。この献立のポイントは、チーズと削り節を入れることでタンパク質とカルシウムが取れるおにぎりです。皆さんもぜひこのチーズとおかかのおにぎりを作って、朝ごはんをしっかり食べ、元気に一日をスタートさせましょう。